はい、じゃあこれからテントの設営を行います。最初に2人でですね設営してもらうんですけど、簡単なところをちょっと私の方から説明するような感じで進めたいと思います。ではですね、ここにグランドシートとインナーが今あるんですけど、まず、ポールを先に組み立てます。伸ばして、はい、これ1本ですか。え、これで1本ですか。あ、違う、グランドシートとインナー今重なってるんで、これ広げてください。まず最初に入り口なんですけど、このメーカーだと例えばなんか名前があったら印があるんですけど、これないですね。で、こっちが入り口になります。こっちが前、こっちが後ろ。一番最初に考えなくちゃいけないのが風向き、風がどっちから吹くか。例えばしんちゃんの方からこう風がビャーっと吹いてこうします。入り口どっちに向けますか。あ、正解。こっち入り口開いた時こっちから風が吹いちゃうとね、テントバッと圧力くるんで、風上、風下も入り口もこっちの方に。はい、じゃあこう広げます。はい、広げてください。逆はい、そしたら今度フライを上にかけます。で、フライにも入り口があるんで、まず入り口を見つけます。チャックがついてます。テントによっては裏表チャックがついてたりとか、前後ろ関係ないですよっていうテントもある。これの場合は入り口が1箇所なんで、こっちが前で、ここに空気の取り入り口があるんで、こういうものを先に付ける場合もあるし、上の方についてる時っていうのはこういうやつって手届かないんですよ。なるべく最初にもうこうやって設置してた方がいい、空いてる状態に。これは低いんで今やらなくてもいいですけどね。じゃあこれを上にかけてください。これなんですけど、グランドシートとあとテントの方のインナーの方に、今回このやつをグランドシートに留める、一番下のフックに、これにセット、グランドシートの方、そう、 OK ですか。そしたらまず前はだいたいこんな感じになってるんですけど、どんなテントもまず入り口を閉めます。で、2本あるんですけど、もう袖側に止めるんですよ。袖側を固定する。こっちは何で止めないかというと、開けるとき結構大変なんで、こっち止めたやつに入り口をこう引っ掛けるのはいいんですけど、これは個別に止めないで一緒にこう引っ掛ける感じ。まあ、袖を止めます。合ってます。合ってます。合ってます。寝かしすぎ。ほら、本当だ、こんな感じじゃない。あ、寝かすぎじゃん。まあ経験して覚えてください。風が強いと多分脱げちゃう。じゃあ次、横も張ってください。こうやってまっすぐで、このまま真っすぐな感じ。ちょっと引っ張りすぎじゃないかな。ちょっとどんな感じじゃない。フライはこう開いちゃって、テントも今吸ってきちゃってこんななってたじゃん。形悪いんで、ちゃんとこう綺麗に整うように注意して、かっこよく中のインナーと外のフライ、ここがこう空気層ができるように中に少しグッと引っ張って、それ調整してあげてください。インナーにビタッとくっつかないように、そのフライが。そうそう、そんな感じですね。はい、土の硬いところからだいたい3センチぐらいね、へこみがあるところに引っ掛けて。よし、 OK。 風が強い時はここに付属のロープが大体ついてるんで、こういうフックのところにまたそこでペグダウンする。そうです、風に強くなる。こう横にもついてるし、山なんか行った時に強風のところでテントこのままだと多分倒れるから吹っ飛んじゃうので、こういうロープを使って風が強い時でも丈夫なように立てるのがいい。撤収の時はこの逆なんですよ。全部今までやったことを逆にしてテント撤収で、これで止まるじゃないですか。圧迫すると大概大体湿気ます。そういう時はなるべく開けてあげて、そして乾燥させてからしまわないとカビが入っちゃうんで、下のグランドシートも湿気るんですよ。逆さにして太陽に当てて手を取ってあげて、汚れ取ってしまうという感じになります。2人っていうことは1人用。テントって2人用だと大体1人用になっちゃう。3人用だと2人用だから、表示されてるやつにプラス1でちょうどいい。これだと2人は寝れるんだけど荷物が入るの。ちょっと入ってみて。いいですか。いいよ、いいよ。めっちゃあったかいです。十分荷物を置いて寝られそうです。暑い時はこれを閉めて、はい、虫が入らないように向こうが空いてるから換気されてるから、なんかすごい暑いです、ね、暑いでしょ。高い。これ今フライがあるからです。これってこの外のフライって風通さないんですよ。ただあのインナーとの間に隙間があるじゃないですか、はい、あそこから空気は出入りしてるんだけど、だから夏の暑い日で雨が降んない日はこのフライなしでインナーだけでテント張ってる寝てる人もいる。カヤみ
みたいな。そう。床ピチャーで雨ですから、雨降ったら。雨降ったら水入んの。グランドシートがもう水弾くんで。簡単でしょ。びっくりした。いいでしょ。本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。